押ししししたたたとと思ってずっとこうして待ってたら押せてててず待らせせまんでした悲しいめっちゃ押せたつもりやったのにさなんかなかなかコメントが来ないと思ったら押せつなかったでしたびっくりですわ「氷の旗ギフトメンバーランキング」9位「カップアイスギフトメンバーランキング」15位 なんだこれは15位ですって9位ですってやったーあツイートしなきゃ「氷の旗ギフト」って何やろあいつも「のれん」って呼んでるやつかなそういえば何グラスルんやった みんなこんばんは巻き髪かわいですか今日はねいつもはみそらミックスで巻いてるんですけどこれはあのコロネ巻きって言って本当に言葉の通りあのチョココロネとかさあるじゃないですかあれみたいな巻き方になってますまたやわさして <laughs> いいよいいよみそらさのさあの 星を参集してもらうために配信してるわけじゃないからさそのみんなとこのイベントを通してもちろんねランウェイを歩きたいっていう気持ちはあるんやけどさこのイベントでほんまに思ってたよりもファンの人と仲良しになれたりいろんなこと知れたからそっちの方がみそらね大切やからほんまにほんまに自分のこと責めないでって思うだからそんな思ってる以上にね負担に思わないで。 来てくれることが何よりも感謝なのでね可愛い,いありがとう髪型可愛いすぎるありがとうあそうやりゅうさんさっきの配信で投げてくださったのに書けなかったので書きましたりゅうさんさっきのね配信ちょっとお家じゃなかったのでペンと紙がなくてめっちゃ可愛いいとレインボースターのタワーありがとうございますりゅうさん ありがとうちょっとめっちゃ下手なんですけどこれはレインボースターのつもりですねでこれは何を隠そうみそにゃでございますありがとう遅れてごめんねありがとうみんなこんな色くにありがとうございます大阪から今家あ大阪なんかさ 海の海か湖か何かの港みたいな写真見ましたよツイートしてきましたリクロージさんねハマりましたよハマったというか今まで挑戦したことなかったのであんまチーズケーキを自ら選ばないので食べれてよかったです嬉しい美味しかった氷かアイスどっちが欲しいですかえなんか氷の旗が9位だったので なんか嬉しいので氷がいいです <laughs>。どういうことですか氷の旗九位って。ミソラこのランウェイ以外でも何か戦ってたんですか。南グララスルよから二十三時五十九。オケマルコです。 コロネミスラ可愛いありがとう。あ,あ。やだ。取れちゃいます。三日ぐらい持ってた気すんのにな、今のテープで。三週できる時間に設定してもらってるのに。いやいやいや、そんなんで申し訳ないと思わないで。よっこいしゃ、よっこいしゃ。 ちょっと補強中ですしばしお待ちどん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 テープの横幅が伸びていくわ補強してるからえいっいやよいしょ,よいしょ。用事終わったからギリギリ,リ駆けつけた TV やけど間に合ってるどころか開始と同時ですよ <laughs> ありがとう カウント完了龍さんありがとねこのイベントでミスラに名前呼んでいただき感無量ですいやほんまにミスラこそみんなとねこんなにおしゃべりできて感無量無量ですコバンさんかき氷ありがとうアイスもありがとうございますねえ龍さんありがとうまたまためっちゃかわいいいただいてしまったいいんですか本当に <laughs> あ<っ>そうこう言ってるうちに 倒れてきやがった何がダメなの何がそんなに気に食わないのりゅうさんめっちゃ可愛いありがとうねもう自己肯定感が上がりますねっかわいいかわい言ってくれてありがとうございます五十巻としょうちゃんありがとうみたくこうじさん あ、さんづけじゃないね日高浩二 <laughs> 氷ののれんありがとうございますどんなケーキみそラタルトしか食べないです基本タルトかあのパリパリ入ってるチョコケーキかが多いかな氷どうぞありがとうこれか氷の旗ってこれやんねありがとう五十みそラちゃん完了ゆきちゃんありがとうなんぐらなんかあの売れるかき氷みたいな を絵でいいいてくださいみたいなもうなんでこんなに絵ばっかりなん,なんグラノーダイって美ラがえー、下手なの分かってくれてはんのかな <laughs> 梅山ココヤさ,んココナさんに似てますねえ、ね、このコメント本当に嬉しいんですけど本当に似てますか私あの言っていただくたびに恐れ多すぎて一旦否定から入るんですけどすごいね憧れているからこそめっちゃ嬉しいですありがとうございます。 かき氷はかアイスハッカランキングみたいなのあそんなのやってたのね知らなかったですよそれでみそらはかき氷が今9位なんですか ?9 位50カウよしけんさんありがとうダニーメッサさん50みそらありがとうこれ,、ね、こ,れ食べるこれ今日の朝やったやってもらったのにさ全然取れへんすごい カチカチに固めてもらってんねんこれミシャルちゃん配信間に合いましたおお、ライブ楽しかった <laughs> リュウさん結婚してタワーだちょっと待って結婚してでタワーは初めてかもしれないな結婚してのタワーってことは何かきますウェディングケーキみたいなの書きますか結婚といえばみんな何を思い浮かべますか ミスュラ的にはやっぱりケーキかドレスかな待って結婚の婚かけるか怪しいなあいける合ってるわあのね国語得意といろんなところで言ってるのはいいものの。 あの漢字テストだけはいつももう勉強せずに諦めてたタイプなのであの漢字はねちょっと自信ないんですよ。<laughs> 待って指輪書いたのにさなんか美味しそうなお餅みたいになっちゃったドレス書か,かれへんちょっと待って。 波そってさこんなに絵下手くそやったっけやばい真剣にさ5歳の子のええすぎてやばいねんけど結構引いてる今自分になん見てドン引きやねんけど何これえー、なんかさ 袖膨らましてさ可愛いドレス書いたつもりやのになんかすんごい引くほど下手くそなんですけどちょっと許してくださいちょっとレースらしきもの生やして可愛くしとこええー、ちょっとびっくりや波空ってこんなにも絵の才能なかったっけっていう。 よし書し書きまたリュウさん結婚してたわーありがとうございますこれは指輪でこれはドレス姿でこれはケーキです大阪城じゃないですよ <laughs> ちょっと下手すぎひんありがとう <laughs> ちょっと下手やなありがとうございますリュウさん本当にたくさんたくさんありがとうえ下手くそでごめんなさい ちょっと下手すぎてどん引きしちゃった自分にこんなに才能なかったっけと思って電車乗ってから陸路おじさん食べ始めたから味噌カツで買って帰れなかったチーズケーキ買って帰りましたえ十分な味噌カツだよチーズケーキ買って帰ったのいいね今日はチーズケーキデーにしましょう2週50カートしんたくありがとう大和さん 氷のこれ旗なんですねありがとうカウントしますけどその前に書くに明日の公園ミソニャ出ないですミソニャはねあの先月から今月の頭まですごい連続で出させてもらったのでその分位もよしがたくさん頑張ってくれてますミソニャは次はね8月4日に出ます 国語全振りのみそ煮さんこれね漢字間違えました認証の章もうね2日目ぐらいに教えてもらったんですけどもね直す気力なくてこのままにしてますまた次も取れたら上下テープで貼りますね一旦これで耐えてみますかき氷ないなら安全かな平八 <laughs> さんかき氷ありがとう,そうの之助さん初見ですありがとうございます 本当に似てますかありがとうきっぺいさん氷の旗ありがとう皆さん今日はあのも場面を締め切りまでに送り損ねました大変申し訳ございません急なこと急な謝罪なんですけどああ毎日送りたかったのに気づいたら11時になっていたごめんなさい もうこのイベント期間さ分も短いしなんかほんま申し訳ないなと思ってます明日イベント終わったらまたね前の調子を取り戻せると思うんのでちょびっとだけ待っててくださいごめんねみそらちゃんの誕生日の日フルーツタルトワンホールえっ高いねフルーツタルトのワンホールめっちゃ高いよ ミスラもね誕生日ケーキワンホール食べたいねんけどもちょっと高すぎてあのいいのかなって思ってる今 <laughs> もうだから去年はワンホールはちょっと買ってないのよあの食べたいタルトを4種類ぐらい選んで1切れを4つぐらい買ってもらったちょっとワンホールはちょっとなか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 なお値段するのよまあでも一緒にタルトカツしようみそらの誕生日 五味噌に炙りカよしみんありがとう吉見のとこから星投げカウント玉木さんありがとう株みたいえっかちょっと見返してみようあどう見ても株ですねこれみんなよく気づいてくれましたどう考えても株でしたちょっと下手くそすぎてびっくりなんですけど <laughs> 一周と五重みそにゃみょんさんありがとうドレスっぽさはある <laughs> ちょっといいところ見つけてくれて褒めてくれてる <laughs> ありがとう日によって画伯になったり幼稚園児になったりするみそにゃ <laughs> 日替わりですからね私はちょっと画伯すぎてびっくりしましたねさすがに将来ミそラが結婚する時はそのドレスでミそラって結婚すると思いますか 全然未来が思い浮かばないんですけどねまあいつかそんな日が来たらこのわけのわからないガンダムみたいな下手くそな絵の <laughs> ドレス着ます肩パッドね <laughs> 肩パッドじゃないわ, <laughs> ゃないわそれ何暮らしなのかんの教えてたもうみんなと喋ってたら楽しくて本来の目的見失うんよねおでん屋さんアイスありがとう バスクチーズケーキ買って帰ってるなうよいいねバスクチーズケーキってあれかバスチーですかバスチーリンさんかわいいありがとうジローさんかき氷ありがとうどうぞもありがとうねもらいますねこの栄養はもごめに対してかなありがとうみんな優しいねごめんねうっかりみそにゃでした気づいたら 23時を過ぎておりオーマイガーです五0ミソには完了しゅうくんありがとうしゅうくんタコちゃんもありがとねルームスの写真ドキッとしました <laughs> ミスラもね送る時に手を震えましてもうこ,んこんなにぶりっこしちゃっていいんですかっていうねしゅうくんハートありがとう 一緒のお願いです明日も仕事が任してももがちゃん明日も仕事頑張れいつもありがとね無理はしないで頑張ってねしくんハートいっぱいありがとうももがちゃんもハートありがとねありがとうもみさん、この配信始めてからねこのイベントかこの画角にすごいハマってるから今後これが何回登場するかですね 毎年自分の誕生日にいちごタルトワンホール買って食べてるいいね贅沢。いちごタルトはいいよね本当に原点にして頂点やと思うわ京都の河原町にある有名なタルト屋さんとか高いえ店は多分同じとこをさ想像してると思うけどそこで去年買ったよその4種類をよりどりみどりちゃん多分同じとこ思い浮かべてると思うあそこよね ひなかこうじかき氷ありがとうたしたしさんかき氷ありがとうございます何グラどんなのにするか正直言って全然決まってないですあの今日の夕方にえ待って何グラもしかして締め切り明日やんって思い出して急遽今日の夜配信を何グラにすると決めたので全くアイデアは浮か,ってお浮かんでおりませんちょっとみんなに力借りたいなと思いまして <laughs> 星投げ100終わり洋介さんありがとう 君結婚してありがとう <laughs> お気持ちだけもらいますうさんかき氷ののれんありがとうございますガンダムだとガンダム好きですちょなんか肩幅とかの時ガンダムよく使いません深夜さんソフトクリームありがとうハートもありがとねみなみちゃんハート ありがとう夜ご飯食べてないからお腹空いてきたマクドウ行くかな今からマクドはいかついね <laughs> <laughs> まあでもね疲れた一日の後にマクドはしみるよね店らもよくあの初めの方の公演終わりとかは毎回マクド食べたりしてましたよ 何ぐらするか桃みちぎりますももかちゃん深夜さんハートいっぱいありがとうみそにゃ可愛いい <laughs> ありがとう最近派手にやっちまった出来事えなんやろうあさっきの一つ前の枠の配信かなあのさゆきにじじ抜きを最後のねターン 5往復ぐらいして美空がやっと買ってその時に出た声が思ってた80倍ぐらいでかくてやっちまったなと思いました思ってたよりもでかくて勝利がうれしすぎてね今日も一日お疲れいお疲れいカエルさんかき氷ありがとうございますシンさんかき氷とアイスありがとうございますジージーとバラとコバもありがとう 明日,1日仕事で見れないけどパワー獲得うん受け取るわありがとう最終日やね新さんだるまもありがとねえ明日の髪型えっオソロどうよオソロあのただのツインじゃなくてあのネね転ねこれ,もこれ難しいかミソラしのの髪型しようミスラとオソロにするかほんなら。 でもやっぱ最終日やし気合い入れてハーフツインかなやっぱりあ違う違うあみんな聞いて明日ミスラ浴衣着るんですよえ急すぎって感じやねんけど最終枠浴衣着たいなと思っててだから最終枠までの話かはハーフツインかなやっぱりやっぱハーフツインかなミスラといえばハーフツインでおそろいしようえっ、ー、と「アルブリカルビさんハートありがとう」 そうオリジナルかき氷よね考えるんんですよ平さん氷ののれんありがとうしんやさんかき氷ありがとう佐藤さん食べてありがとうもらいます <laughs> みそらちゃんご飯作って <laughs> 料理は下手なんですよねみそら中小原さんアイスとかき氷ありがとうねしんさんハートありがとう。 にぎやかすぎてちょっとねよしみんのファンの方は特にびっくりしたんじゃないかなと思いますきっとさゆきのことをね好きな方はにぎやかなのがね好きだと思うんですけどよしみんよしみんが配信でギャーギャー言ってるとこ見たことないから <laughs> ちょっと美空とさゆきのテンション感でよしみんの配信をね圧迫してしまったかもしれないなと思ってちょっと反省しております <laughs> 大きい声で騒ぎすぎたなと思ってまあでも楽しかったので何よりなんですけど <laughs>「しんさんハート3つのやつありがとう」 ハブさんかき氷ありがとうございますカウント終わりましたのすけさんありがとうえみんな浴衣浴衣で大興奮してるねみんな <laughs> 夏やしね浴衣着ようかなと思ってママがね着付けできるのでわしもハーフツインできるならやってよ <laughs> 佐藤さん尊いありがとう浴衣でカラオケってめっちゃエモくないですか カラオケ配信の時に浴衣着ようと思ってて「タツさんハートありがとう!」「浴衣見て絶対かわいい」「写真載せるから待っててね配信見れなくても」「しおくんかわいいありがとう」「よしみも楽しんでたからそうかよしみも楽しんでくれてたら何よりやねんけどちょっと騒ぎすぎたかなと。 楽しすぎてね浴衣楽しみにしてくださいねよしみんのファンの人は日が悪い夏即座に切ったと <laughs> 申し訳ないなちょっと楽しすぎて大きい声が出ちゃいましたてか何ぐらいなのやばいえっと売れる売れるかき氷やったっけ 全然アアイがない <laughs> まずちょっとさテンプレのかき氷描いてみるいやどうしよう形を変える場合はもうテンプレ書いたらやばいもんね夏ソングで決まり確かには何練習しようまだ全然何歌うか決めてないや乃木坂さんのガールズルールとかどうですか私すごい好きなんですけどあとあの五期生さんの曲のバンドエド剥がすような分かれ方やったっけ題名 な長くてあの曲も夏ソングですよねとかも好きでよく聴いてました私ねあの乃木坂さんのお宅をしてた時期も実はあってそうなんでございます鮭ちゃんかき氷ありがとうツンツンツン,ツン <laughs> ありがとうパ,パブルのチーズタルトなんかね ほのっぴーがずっと叫んでたよ今日うちらがりくろおじさん食べてる時にちょっと「パブロパブロ食べてよ」みたいな「美味しいよ」みたいな言ってたかなたぶん「ももかちゃんハートみっちょのやつありがとう」みんなちょっとアイディアちょうだいおいしそうなちょっとほ、うんまにやばい明日締め切りだよえー、っとなんかとにかく書きたい気分やからえっと 7月,20 7月29 <laughs> 日付書きましたハ <laughs> マちゃんかき氷ありがとう信やさんハートありがとう中小原さんリンボスターありがとう肌様とかもありやね確かにガルルやっぱみんな好きよね 坂では誰推しだったのえっと柿か,かさんが最初すごい好きでで五期生さんが入ってきたときに川崎さくらさんのことを好きになってあの「見ーグリとか撮ってました川崎さくらちゃんやばいやばいほんまにやばいアイデアが浮かばいみんなみんな助けて <laughs> 助けてください そそこの方に100万円それもうさお金の力でなんとかしようとしてるやん。しんやさんおんぷありがとう。りゅうさんハートありがとう。平八さんかき氷ありがとう。やばいほんまにやばいミスラーも追い詰められている。やばい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 ,ば,いば,いばい。あと30分ぐらいしかないんじゃないちょっとやばいよ。 れてきたれき気がするくっつけよしキーンとしないかき氷絵にすんの難しいなどうしようもうあの説明文で米印かっここれはキーンとしませんみたいなもう力技で握手券付きかき氷最強やねみんな買っちゃうよ好きなもの えっと抹茶かける牛タンかけるカズノコかけるえっと辛いものをかけるラーメンかける <laughs> 美味しくないねちょ心で二本ぶっさすってことかき氷にシュンシュンで <laughs> <laughs> あなたのマシンガントークに興味わくわありがとうございますサクターさんしわしわしわ可愛 <laughs> い,いですよね。 みんなおらに力を分けてかか,かしてくれおらに力を分けてくれ食べる人によって味が変わるいいね面白そう明日がある <laughs> 確かにね浴衣着たみせらちゃんと花火いいですよ行きますか花火好きですよみそら乃の話はゆきのんとねたくさんしましたよ よ,なよ,なよく連絡取ってましたあの選抜発表の時とかはあのお互いご帰省推しということでああ外れああそうですねお互いご帰省推しだったので2人でね連絡取ってました選抜発表の日とかはドキドキみたいなフねみそらがあのあ危ないあのさくらさんがさ,さくたんって言いそうなりました <laughs> さくらさんが入った時に もう絶叫の連絡を送りました。あ、もうやむを得ん上下張るかこれ上下張らなきゃですね。そうだからユキノンとねよく盛り上がってましたよ。 どうですかちょっと耐えてくれでこれで無理だったら下も貼ります浜 <laughs> ちゃんアイスありがとうあ落としたたつさん花束ありがとう桂さんどうぞありがとうございます食べますねよしみんとこからセミコースカウントたまきさんありがとう柿氷すごい果物の柿に氷 カカレー味カレーー味味の氷すごい面白いねみんなすごいなアイディアポンポンやん初見の方もありがとうございますおしあつめから帰ってきたおかえり日高浩二か,かありがとう猫、ね、ちゃんさっきのやつありがとね新さんだるまありがとうございます吉平さん氷の旗ありがとう3週50間とキッ吉平さんありがとう 平八さんアイスの猫ちゃんありがとうショールームの定番ギフトつめつめかき氷とかどうですか <laughs> だるまと花束とみたいな <laughs> どうですか <laughs> でもそれがなんでなんでなんて思いますよね いやどうしようもうこのままこの配信はおしゃべり配信にして明日改めて何グラ配信をするというのはどうですか <laughs> ちょっとあまりにもアイデアが浮かばないよかき氷にチョコバッキーが何本も刺さってるやつ <laughs> もうそれ美空得でしかないね乃木坂さんのこと語るとアイドルから男に戻るの好き <laughs> ちょっと。 よ呼び名が癖が出てしまいそうやねん大ヒットってさちょっとプレッシャーをすごないなんかあなたが考える新しいかき氷ないでよださいやったらさちょっと暴れてもさいいやんかでも大ヒットを約束せなあかんってことはまあでもショールームかき氷いいと思うねんけどななんか食べたら食べべたたら分だけ どうどうちちゃゃららこらにななるみたいなでも大ヒットするかと言われたらちょっとね考えようがありますよね <laughs> ちょっともう一回考えようまだ時間は30分ぐらいあります味噌だけに音楽の譜面風なデザイン天才やんめっちゃ可愛いやん五線譜が巻きついてるみたいなねアーグスツさんアイスソフトクリームありがとうみそら可愛いすぎえー、ありがとう 丸ごとかき氷ちょっといかつすぎるぜ流氷丸ごとって世界感じるわいちじくかき氷あっさりおいしい確かにねおいしそうえかわいいいいかないいじゃんほんまショールームのギフトつめつめかき氷にしちゃいますか今できること明日に伸ばせな確かに あと30分考えて無理だったら明日に伸ばしましょう一旦考えてみますえ明日の配信よって3.5時間なってますか嘘え嘘やん整理していいですか8時から9時10時から10時半13時から13時半で4時4時半から5時半のつもりだったんですがどうなってんねやろミスラ間違えて打っちゃったかな ちょっとみんなに宿題にする前に一旦見せみらも頑張ってあと30分で考えてみますねももかちゃんかわいいありがとう大和さん氷の旗ありがとうございますっぺいさんどうぞありがとうもらいますスイカ割ったら中にかき氷めっちゃいいねなんか普通に今今の時代は店とかであってもおかしくない感じするすごい若い子が好きそう 絶対解けないかき氷え口の中でどうなるんですか全く思いつかんほんまにみさんも思いつかへんも,もがちゃん紫のペンライトありがとう茶団子の形のかき氷あこういう感じ一口サイズってことね3週とカウント腰はを2号さんありがとうくじつけで当たるまでかえれないかき氷「<laughs> 帰れまてん企画いいね 君たちはどうう食べるかかき氷もうそれジブリすぎるんよなジブリ最新作すぎるんよな味噌 <laughs> ラーメンのこかき氷でみそ,らー <laughs> みそラーメン味ってことりゅうさんハートありがとうあ十16時から17時半それ間違ってますね16時半からのつもりでしたごめんなさい打ち間違えてます16時半から17時半でお願いしますごめんね1時間のつもりで言ってたや とう。宮地花飛ばありがとう美ラちゃんに会えるかき氷 <laughs> 幸せやな美 <laughs> ラもみんなに会いたいしスイカバーの種だけのかき氷も <laughs> 集合体恐章の人がもうゾワゾワしちゃうよ <laughs> みんな面白いなアイディアがドライアイスのかき氷あいいねこう煙がポワポワする感じねおしゃれ さんどうぞありがとう10個連続で食べると1点にヤするショールームすぎるショールームすぎるかき氷やないいねいいねみんな大喜利大会始まってるわああもうなんかもう味噌には嫌になってきましたもう今日これ外しててもいいですかちょっと明日までになんとかしますちょっとやっぱマスキングテープという作戦がダメでしたかねちょっと粘着力があるかもしれない 世界一美味しい果汁100%の至高のかき氷 VS 世界一綺麗な氷を作った氷,氷をっ使った究極のかき氷あ戦わせんのもうあれなん企業同士の競合のことまで考えてるすごいね先を見てますねフフ <laughs> ハ宮地派とウさん派とアウグストゥスさん派とビクパパさん派とありがとうほんまにありがとうございます かき氷にチョコの X が刺さっても今のさあの時事ネタすぎるよねツイッターが X になったタイミングでかき氷に「X」って書いて売るやつね今の社会的には確かに大ヒット間違いなしけど虹色のペンライトってそっからえ虹色のペンライトって何え見えてないかもごめんなんか投げてくれてましたかありがとうえごめん見えてなかったよごめん 見逃してるだけかなみそらは気づかへんかったんかな見てない気がするなマスオさんハートありがとうしゅんたくんハートありがとうお気に入り描くこうやっていないこれだね片手以外も下がっててありがとうハート 絵にならならあかんそうやね絵にならなあかんのがまず難しいコウさんハートありがとうございますみんなありがとう上まで追いつけないぐらいです極激からファイナル <laughs> もうすべてをそこに詰め込みます仕事終わりのドレミちゃんの配信じゃドレミちゃんもうなんかもうドラミみたいになってるよ美空です美空ラ <laughs> 日高浩二ビーチボールありがとうみそらちゃんが可愛いさましましで運んできてくれるかき氷 <laughs> ヒットしますか喜んでくれるのみんなだけじゃない不安だよりくパパさんハートありがとうえー、どうしよう思い浮かばないなみんながすごいみんなの方が面白いからさみんなのおぎり大会の方が。 春太くんハート500個ありがとう。島城さんかき氷ありがとう。龍さんハート1000個ありがとう。一徳さんかき氷ありがとう。今日初ファミレです、こんばんは。ちょっと名前大喜利の幅が広がってきたね。ファミレちゃんでございます。みそらでもいいし、ファミレでもいいですよ。もういいです、ファミレでも。お疲れ様です、今日も。 なんか小原さんかわいいありがとうございますちょっとチャット DBT g b に聞いてくれる <laughs> <ょっ> <laughs> 最近話題のねチャット DBT g b さんあの今革,革新的で大ヒット間違いなしのかき氷を考えているんですがあなたのアイデアをいただけませんかってはい私なりにいくつか考えてみました」とか言ってきっと考えてくれるよチャット DGBT。 今日カラコンはしてますけどネイルはしてないですよ地詰めです今日ちょっと指怪我しましたここまで1週間ぐらい配信やってきて初めてカラコンつけてます今日今日はめかしこんでますねえらいどうえらくめかしこんでおりますえっと にに優しいかきごり絶対に欲しいい絶対欲スラもねあのアイス噛めない人なんでそんなものが出たら画期的すぎてめっちゃ食べちゃいますよ。でもそれをさ絵に表すのが難しくないしゅんたくんほにどこまでスクロールしてもハートがあるぐらいいっぱいありがとね。 嬉しいありがとう明日早から寝るごめん全然謝らないで明日も一緒に頑張ろうねありがとう田中ファミレスミスちょ,っとちょっと小ネタ挟むのやめてえももかちゃんえく熊タワーじゃんちょっと待ってもう行っちゃったかなも,もかちゃん寝るって言ってたよねまあ寝てたとしても書いちゃうんだからそらはね え読、ー、むの遅すぎて気づけなかった寝ちゃったかなこのクマちゃんぐらいミスラかわいく描きたいよさっきのリベンジえ待って可愛いもう勝ちゲーが確定してしまったうわ来たわこれ世界一可愛い ミソラのガリュクの成長をみんなは今見守っていますクマちゃんありがとう横にミソにの似顔絵も描いとこ最近自分の前髪をね くのにはまってるのよ今日のミスラはここにリボンでもつけとこうかな <laughs> よしかけたぞももかちゃんいるかなももかちゃんくまちゃんタワーありがとうちょっとこっちの腕だけミスったけどええー、感じに可愛くかけてるわよありがとう 明日も仕事頑張ってね <laughs> ありがとうおやすみありがとう寝ちゃったかなもう <laughs> 嬉しいねこうさんかき氷ありがとうたつさんかアイスありがとう チャット gbt の回答がちすぎてここには書けない <laughs> どんな言葉が返ってきたんでしょうか吸気性はカラコンネイルしてるメンバーえカラコンは結構みんなプライベートはつけてると思うけどネイルは誰もしてないんちゃうかなあの決まり的にまだねネイル多分あかんからねやってないと思うよみやっちハートたくさんありがとうピンクだらけありがとうきっぺいさんアイスありがとう 大丈夫おやすみありがとう。見れたかなももかちゃん。かけたやつ見れたかしら <laughs> 見てくれたかなおやすみ。見てくれてたらいいな。みやっちタコありがとう。画力大進歩でしょ <laughs> リクパりくさんハートありがとう。インドネシアにはみそらいないですよ。 先輩方が今っってらっしゃいます食べると過去にタイムリープすごいね能力的には売れ売れそうめっちゃみせらちゃんこんばんは髪型可愛い,いえー、ありがとう今日はここが裏編み込みでここはコロネまきちゃんツインテールアウグストスさん氷の旗ありがとうリクパパさん旗ありがとう おくんソフトクリームありがとう。しんさんレインボースターありがとう。ちょっとやばいね。あとあと1時ぐらい <laughs>。たつさんレインボースターありがとう。牡蠣のかき氷 <laughs>。ほのぴーみたいなダジャレ言ってるね。どうしよう。 どうしよっかな追い詰められたらいけるタイプかもしれんちょっと待って一回さっき言ってたさミスラのショールーム詰め込みショールームギフト詰め込みかき氷書いてみるわ一回意外と書いてみたらかわいいかもしれへん名付けてショウゴウリです えっとさっきまでに送っていただいただるまとかを見ながら書き込み書きますねまずレインボースターは外せへんと思うんだよねまずねみそには真剣お絵描きモードですんで だるまちゃんえっとあっかわいいとかもあえて入れとくかかわいいはピンクで紫と水色の花がついてて、えっと、だるまちゃん と日高浩二かき氷宮茶ハ、えートええ吉之助さんソフトクリームありがとう日高浩二だるまたくさんありがとうこのだるまちゃんも書くぞえー、っとまん丸で下が こんなな感じかなメルメルみたいに混ぜて遊びながら食べるかき氷あミソラの手にかかればかき氷までミシュラになってしまうということですね <laughs> 楽しそうこまうっっまくくかかけたら美空めっちゃかっこよくないさっきまであんなに下手くそやったのにさここに来てやっぱミソラって、えー、上えうまいんやって世間にね知らしめますよ。 か可愛い,いねこう見たら顔これ意外とありかもしれへん小氷えいえいえいちょっと待ってこれみんなに見せたすぎるみんな見てあ見せれへん見て見て見てうますぎひんみそらにしてはちょっとビックリンコ TV ですこれちょっと一回色塗っていい ちょっとびっくりうまい明日で終わってしまう終わっちゃうねこのイベントで美空ちゃん推しになれたしこれからもし継続頑張りますありがとうこれからもずっと一緒ですマサさんバラありがとうあ待ってバラも描きたいバラもさ結構定番じゃないショールームのあれとしてはえっとこの辺にバラ咲かせましょうか く,下手くそかもなんかバラは何か気力で花びらを描いてえっギリバラギリバラギリバラじゃない <laughs> 結構うまいやん美空んさんだるまありがとうまささん小判ありがとうあ小判も描いちゃおうこれは「千万両」って書いてるんかな 両か可愛くなってきました。マサさん花束ありがとうえ高校野球の話ちょっとわからないんですけどなんか大阪桐蔭ってすごい強いんじゃないんでしたっけニュースとかで見たことあります。ファイトありがとう。 めっちゃかわいい二郎さんありがとうございますうんまめっちゃ褒めてくれたやん <laughs> ありがとう二郎さんクマありがとうこれはビックリんこ TV ほんまにちょっと自が自賛の画力やったわ馬平八さんありがとう「<laughs> 鬼滅に出てきたこてつくん」みたいで確かに言われてみればちょっと似てるかも予想以上に上手ちょっとねさっきのがひどすぎてね きっぺいさんかわいいありがとう劇場版かき氷 <laughs> どういうこと <laughs> タコもよく見かける確かにタコってどんな感じやろあの赤いタコちゃんですよね美空さんサーティンワンアイス結構好きやでなんかこないだ好きな味について語った気がするんだけどあのマスクメロン の味とロッキーロードっていう味があってその2つがね好きだよしんやさんかき氷ありがとうりくぱぱさんハートありがとうみやっちハートありがとう賞味期限10秒 <laughs> やばすぎ <laughs> もはや飲まなあかんねん日高こじ 氷の旗ありがとうタコちゃんはちょっとなんか気力で描きますねちょっとうまく描けただるまの横に調子乗ってタコちゃん描いちゃおうかななんかタコちゃんってさ頭にこの鉢巻きみたいな巻いてへんかったっけ気のせいかな味噌にあの気まぐれですかこれは <laughs> えっと これは足がちょっとタコさんウィンナーっぽくしといたら大丈夫かなな天才なんだがうまっ鉢巻きしてるよねやっぱえっとリュウさんどうぞありがとうしんさんりくぱぱさんハートありがとう 完成する気がする <laughs> すするる気がするなんで n m b に加入したのえ自分の性格とか普段の発言とか言動とかが一番何て言うのが NMB だと思ったからですすごいねおしゃべりすることも好きやしこうやってねふざけてみんなとねボケたり突っ込んだりするのも好きだからそういうのを偽って可愛い可愛いアイドルで。 いるのもネミスラはちょっと違うなと思ったのでこういう自分なりの個性も一番活かせるのは n v かなと思って n v に来ましたジローさん花束と風呂敷ありがとううまっ <laughs> ひだかこじゃありがとうあたこちゃんや平八さん <laughs> ありがとうちょっとフォルムが間違えたかなちょっと細長くしちゃった ちょっとこっからなんとかあがけへんかな足の先っぽがちょっと丸い感じこれいいねかわいいねで目がもうちょいうるうるってしてる感じかなあちょっとキモくなっちゃったかもしれないちょちょっとキモい気がするぞ見てちょっとキモくなっちゃった まあいっか <laughs> 寝落ちしかけてた <laughs> ただいまお,おかえりあと一日頑張ってねありがとう nab へようこそ <laughs> ありがとうございます迎え入れてくれてありがとうございます nab に来てくれてありがとういやこちらこそ出会ってくれてありがとうね 二郎さんかき氷ありがとうしんやさんソフトクリームありがとうそうだよ自分なりに考えて受けたんだよみそらどっかで言った気がするけどアイドルになれるのはどこでもいいなんて思ったことなかったから自分がほんまここをやったら自分らしく輝けるかなと思う自分が心から入りたいと思ったとこしか入らんって決めてたからだからアイドルになりたいからやってるオーディションに何個にかまわず受けるわけじゃなかったし。 NMB はちゃんと選んだ上で選んだっていうかなんていうの選べる立場じゃないですけどその入りたいなという気持ちを持ってちゃんと受けに来ましただからあのここに来れてよかったです本当にねただかわいいかわいいだけのアイドルにねなりたかったっていうよりかはこの自分の個性を生かして自分らしく輝きたいなと思ったのでやっぱね MNNB、MM、に来てよかったですよこんなに喋りまくってもみんな温かくいてくれるやもん。 中小原さん食べてありがとうございます食べますね本当にこの出会いに感謝 <laughs> 気持ちが伝わったかなみそらも出会えて幸せだよみんなとちょっと色塗ってえい,い感じになるか見てみますねこれ色鉛筆の方がいいんかな ハッシュタグもしかして色鉛筆の方が良さげ結構可愛くないですかショールーム詰め込みバラも赤くしてちょっと色をね逆に使いすぎるとこいつ色で乗り切ろうとしてるな感が生まれてしまうので。 ラは赤でだるまちゃんどうしよっかなだるまちゃん青にしようかな店に出会えて感謝感激感動その言葉そのままみんなに返すよありがとねほんま55分待ってやばいなえー、深夜さんレインボースターありがとうえー、これさショールームの中で絶対完成させなあかんのかなもうちょっとで完成しそうやねんけど ショールーム切った後に自分なりにあええ完成さしてツイッター載っけるじゃこれダメなんかな可愛いのもむちゃだけどしゃべりが好きうそーありがとねそうそこでね個性出せてよかったですなんとか参集できました中小原さんありがとうミスラ色で乗り切るとしてない誰も紫の方がいいじゃあ紫でいこうか 完成させてのしてるコール。じゃ、あ味噌にはもうそうしましょうかね。みんなの大喜利が見れて、今日は良かったです <laughs>。みんなも N. M. B. 入れますよ。大喜利面白いし。よいしょ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 。可愛い,い。ちょっとこれこの後。 寝ずに完成させますねとにかくみそラが考えたのはちょっとまだ氷書いてないんですけどショールームのギフトを詰め込んだ氷ですこれを食べるとどうなるかっていうのもちょっと考えます <laughs> とにかくアイデアだけ思いついたしゃべりすぎたなほんままあでもね、幸せです毎日こうやって たくさんの人が来てくれて、もう見捨てのぞか来たから行かないなんて言わずに毎回毎回来てくれて本当に嬉しいです。見せちゃんいないけどして公園楽しんできてね、ほんまや。だかこう時間にちゃんありがとう。十 <laughs> 期生十 <laughs> 期生会ったらおいでみんな。じゃあ男女読みしたいと思います。ああ目が乾燥する。 12位リクパパさんありがとう。11位吉兵衛さんありがとう。10位くんありがとう。9位中小原さんありがとう。8位深夜さんありがとう。7位平八さんありがとう。6位佐藤さんありがとう。5位深やあっ深さんじゃない。シン5位深さんありがとう。ごめんね深夜さんありがとう。本当に。 4位たつさんありがとう3位やっさんありがとう2位ももかちゃんありがとう1位はりゅうさんてけでん今日もありがとうみんなかき氷いっぱい投げたらミソにゃが31ギフト券えそうなんマスクメロンいっぱい食べれるじゃんハッピー <laughs> もうみんなもねきっとこの期間はショールームで一日が終わっちゃってるのではないかと思いますが本当に無理だけはしないでラスト一日ね楽しんで終わりましょう。あの勝つことももちろんね、うん、大切ですけど勝つことにこだわりすぎてね楽しむとか笑顔とかねそういう大事なものをね忘れちゃいけないので最後までね笑顔で駆け抜けましょう。 だからえー、何だっけ明日の最終枠16時半から17時半の枠はえっと浴衣着てカラオケしようと思っているのでよかったら皆さん見に来てください他の枠なりするかはちょっと考えときますねそれでは今日も皆さんありがとうございましたえみそにはこの後ちゃんとお風呂に入ってちゃんとベッドで寝たいなと思いますみんなもね ちゃんんと寝るんだよじゃあ今日もありがとう。バイバイ明日も楽しもうね。バイバイ。